この辺りで受け気味にパーピンキューピンとか3ピンウーピンか2つ減らしましたか、はい、キューピンがあの2人の現物なんでそこよりも関数ピン、うんまあ、これはまっすぐ進めても1番手でも難しいぞっていうなんとなくそういう判断なんですかね。そうですね、これは、まあ、あのついでに高いあのちゃんた3色とかそういうのを狙いましょうみたいな、はい、うん。さあ松ヶ瀬若馬を引いてきました。ここは3色どっちかに絞るか。いやまだ両天秤両ピンだ。さあ両ソダ両面両面北ぞ高宮5 6 7 3点ウッパーマンウッパーピンです。そろそろ決めたいぞ。あこれで狙い通り役ができましたね。まず、はい、ドラドラになった中田ここはウーピン仕掛けていきました。積極的積極的ですね、うん、しかもパーピン残してますよ。今日の中田さんはちょっと違いますね。うん、うん、見てるだけじゃダメだと、はい、積極的に、対局に参加しています。来るかロスはつもぎり、うん、もう高宮さんはねなんか引いた牌でリーチって感じですよね。そうですね、はい、おお残したパーピン重ねる目いっぱいいっぱい。例えばドラスーマン固定のウーマンとかもしなかったですね。そうですね3万引いた時に、まあ、あの最終的にドラ1枚出てもいいっていう構えかな。さあさらにパーピンのポンが入ります。これはウーマンに見えますけどねパーマンか。はい3万引き転廃も受け入れるのか、うんまあ、もしくは3万引いたらパーソー行くかもしれないですよね。あなるほどなるほど、はい、この単ヤっぽい通風路はドラたくさん持ってそうに見えますね。しかもねあのここまでそこまで積極的な姿を見せてない中田さんだと思うんで、はい、やっぱり周りからするとこれ転廃かなって警戒しますよね。はい中田の風路率は今期 13% となっております、ねまあ、リーチのパターンが非常に多い選手ですよね、はい、そんなにフードでガンガン前に出るっていう戦法はまだ見せてないと思うんで、はいうん、これはちょっと周りは読み違えそうな気がしますね。ウーマンはさっき中出てないんで打ちやす、はい、今日の中田は随分積極的だぞと周りも思うかもしれませんね、うんはい、ドラこれは嬉しい。闇天来たああまだ持ってんか、ま、いいんごめんなさい、はい、あごめんなさいマンズとソーズができてませんでした。失礼しました。6球満6球ソーイシャンテン6球満6球ソー強いんじゃないですか。強そうですね。しかも中田さん単野王ですからねおそらく、はい、9は絶対使えない。6球ソーがちょっとだけ薄いぐらいでも9ソーは十分ありますね、うん、来るか松ヶ瀬ドラーか。そしてずっと遺産点が中あの高宮ですよね。うんじれったいですね。とにかくリーチ行かせてあげたい。極力泣きたくないんですけどそろそろねこれローマ危ないかもしれない。いやあ危ないかシャンポンかなっていうか松ヶ瀬にも危ないか6万は。そうですね2人に危ない、はい、でも高宮さんもねもう目いっぱいに受けて早く転廃たいっていう感じなんでね。そうですねもう仕掛けも考えてるかもしれないですしね。うーんリャンソー確かに通ってないところでも自分の手の価値が高すぎる。リャンソー勝負か先にリャンウーマンか先にリャンウーマンだ、はい、まあ、これはね2人に通りそうなとこですから3人に通りそうなとこですからね残したかったはず。しかもまあリャンソー重なればローピンローピンっていけますからね、はいはい、さあ園田ここは関数層仕掛けて何の後付けですか。はい、まあ、危険がなく天敗に迎えるんでちょっと頑張ろうと。どんなとこからも上がりを狙ってきますこの男。さあこれは天敗を取るかどうか。ドラ打てば完治そう天敗、うん、ローソーパーソーが園田に打ちやすいんですね。なるほど今仕掛けも入ったからちょっとドラ打ちにくいのもありますね、まあ、ヤンウーマンがでもめちゃくちゃ薄いですよ。あなるほど残しても使いにくいのか。ドラ切りもある、うん、難しいパーソ ー, うーんここは天敗取らず。周りはどう見えますかね。あこれでそうですねさっき言ってたローピンローピンって確かにそうですか。確かにいけそうローピンはいけそう、うん、まあ、ただ一巡でちょっと状況変わって園田さんにはねソーズがまず通りそうと で,、はい、で中田さん今結構考えてパーソー出てきたんで、うん、まあ、今なら打てるみたいな、はい、うん、ローピン結局ローピン高宮は親番おー残したローマンはこっためちゃくちゃ嬉しい。大正解これは嬉しいよ。嬉しすぎる。パーピンポン関係ないですからね、うん、
いや先切りしなくてよかったですね。いや本当ですね、うん、いや先切りだってあっておかしくなかった、おかしくなかったウッパーマンですもんね、はい、しかもね3色あるしスーピン1枚切れだったんで、はい、お、いやうまく引いたよ、引けた、あでもサブローマン薄いんですよね、ローマン来られたんですもんね、あ確かに、いやでも追いついて勝負になる、赤ウピンある、赤ウピンありますね、赤ウピンありますね、はい、パーピンがなくて、パーピンなくて、うん、てかでもウーピンが3枚、ああ3枚もあるいますよ、はい、で赤ウピン1枚、はい、E ピンプッシュ、サブローマンは2枚ですか、皮に切れてなければ2枚ですか、1枚ずつですかね、はい、2対3、はい、赤ウーピンで決めたい、いやそれは贅沢か、いや赤ウーピンで決めたい、いやいい勝負ですね2対3、今季まだトップがない中田と高宮、熱いめくり合い、中田さんはウッパーピン掴んだらどうなるかな、7万が一応打てるんですね、はい、さあ松ヶ瀬ローピンも通ってない中、さらに無筋のパーソーが飛んできた、これはやめになりそうですか、ワンチャンスですか、一応ローソー3枚見え、うーんちょっと行きづらいか、自分が勝負手で点数がないか行くか、6球層がちょっと場には出てるぐらいで6球間はほとんど出てない、うん、ローピンが打てる理由はないんで、打ちやすいのはソーズの方なんですけど、それもね完全安牌じゃないんですよね、なるほど、うん、引き回るか、パーソー打ってイーシャンテンキープが強気ですけど通る保証は全然ないですよ、はい、うん、抜いた、やめだ、はい、じっくりと考えてここはやめ、松ヶ瀬次のチャンスを待ちます、お？ペンチーピン入って何は、おいおいおい、追いついた、何1枚あるよ、 Q1、 ああこれは役がない、役がないですね、はい、チャンプなかったです、そのだ関数措置してます、はい、なんで上がれる形、今何は上がれないよ、お、詰まった、高いぜ、4000オール、これは3色崩れましたが、うか赤ウーピンで決めた高宮、これはローマン残しを見事でしたね、うん、高宮さんらしい素晴らしい選択でしたね、はい、パーピンないのは100も承知だ、リーチツモタンヤオ赤市4000オールトップ目、やっぱりね、あの報酬率多くて上がりも多いっていう高宮さんのスタイルが、はい、いい方向に出た上がりだと思うんですよ、そうですね、素晴らしい、そして置いてかれたのが松ヶ瀬、完全に離れ小島、うん、無人島に一人です、ちょっと離れすぎですね、はい、これはきつい、さあ高宮親番連チャンです、一メンツドラ1枚、あ、第1も取ります、ああ、